委員長の趣旨弁明を許します。議員運営委員長山口俊一君。ただいま議題となりました各法律案につきまして提案の趣旨をご説明申し上げます。まず国会議員の歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は人事院勧告に伴い内閣総理大臣等の特別職の国家公務員令和4年6月に支給される期末手当の特例措置が講じられることに準じて各議員の議長副議長及び議員について同様の措置を講じようとするものであります。次に国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は人事院勧告に伴い一般職の国家公務員に令和4年6月に支給される期末手当の特例措置が講じられることに準じて国会議員の秘書について同様の措置を講じようとするものであります。次に国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は政府職員の改正に準じて国会職員について育児休業の取得回数の制限を緩和しようとするものであります。各法律案は本日議員運営委員会において起草し提出をしたものであります。何卒ご賛同くださいますようにお願いを申し上げます。以上です。これより採決に入ります。まず国会議員の歳費旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本案は可決いたしました。次に国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本案は可決いたしました。次に国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。本案を可決するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は可決いたしました。この際、内閣提出経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案及び足立康君ほか2名提出経済安全保障に関する諸施策の実効的かつ総合的な推進に関する法律案について順次趣旨の説明を